やっぱりね、おけけの色の深みが大変申し訳ありませんが、この動画は はい、こんにちは、マロです。今回はですね、先日アマゾンブラックフライデーセール、サイバーマンデーセールですね、安く手に入れたこちら LG 最新のですね、55インチ UKEL 4K テレビをですね、紹介していきたいと思います。で、僕ですね、なんでこいつを買ったかっていうと、こいつとソノスのスピーカーを組み合わせてですね、ホームシアター環境を作りたくて、で、いずれですね、サウンドバーを追加する予定なんですけども、そのサウンドバーがですね、 HDMI ARC っていうね、規格に対応してないと使えないんですよ。で、僕が前まで使ってたパナソニックのね、8年ぐらい前のビエラはですね、それに対応してなくて、ですから泣く泣くね、こいつにちょっと買い替えたわけなんですけども、で、どうせ買うならね、4K テレビと、で、4K テレビもですね、やっぱり高いんですよ。10万円近くするモデルもたくさんございますから。で、どうせ高いもの買うんだったら、もう妥協せずにですね、UKEL まで行ってまおうかと。で、いろんなメーカー UKEL テレビね、出してますけども、どれも高額で、まあ、その中でね、この LG のテレビがね、まあ、一番安かったと言いますか。で、LG はですね、iPhone なんかで、まあ、UKEL ディスプレイを手掛けてるメーカーですからね、まあ、その辺ですね、優れてるんじゃないかと思って LG を選びました。こいつでですね、最高のね、映像体験をしていきたいと思います。ほんとね、こいつが素晴らしかったら僕家出ないよ。仕事とか動画以外の時間はね、こいつでずっと映画見てるかエロ動画見てることになりますよ。最近酒飲みながら映画見るぐらいしか楽しみないですからね、ほんと寂しい人生です。それではちょっと開けてセッティングしていきましょうか。箱もでかいからさ、これセッティングっていうか開封だけでも大変だよね。この開けた後のさ、この段ボールの処理もどうすりゃいいんだよって感じですよ。今までのパソコンとかさ、モニターとはもう別次元だよね。はい、もう発泡スチロールもでかい。もうこれも捨てんの大変、ほんと。で、こういうでかいテレビってさ、組み立て設置のね、サービスあるんですけども、今回ね、レビューしたくて僕ね、自分で設置することにしたんですけど、これ一人で設置できるかな？でかいテレビ買ったら、設置サービス頼んだ方がいいっすよ。こんだけでかいテレビ一人で無理して設置するとさ、多分故障することもあるかもしれないよ。ちょっとでかすぎてね、上から引き出せない。だから段ボール解体してね、こう前から取り出さんといけんわ、一人だったら。すげえ、でけえ。しかもさ、本体取り出したらさ、この足がさ、別になってるから自立しないんよ。わあ、これ取り付けるのも大変だな。いや、なんとかね、足取り付けることできましたけど、これ一人で組み立てるのはかなりリスキーですわ。足を上からはめ込むとですね、あとはね、ネジでがっちり止めていくだけなんですけど、いや、電動工具はマジ神だね、こういう時は。よっしゃ、これでなんとか自立したね。で、こちらがですね、背面パネルなんですが、わかります？HDMI 端子と一つにですね、 EARC って書いてあるんですけども、そう、これに対応してないとソノスのホームシアターセット使えないんですよね。最近のテレビはですね、 HDMI 端子のどれか一つがね、対応してるモデルがほとんどなんですけど、僕のはね、ちょっと古すぎて対応してませんでしたね。そしてこれね、上から撮影してるんですけど、わかります？テレビめっちゃ薄いよ。これ、この背面パネルの一部はね、分厚いんだけどさ、このテレビのディスプレイ自体めちゃくちゃ薄いよ。すごいな、今のテレビって。そしてこれがね、正面なんですけど、でかい、でかすぎる。今からですね、こいつをテレビ台にね、セットしていくわけなんですけども、多分ね、うちのテレビの台、この幅足りねえよ。こんなでかいテレビ乗せること想定してなかったからね、多分足りねえわ。ちょっと大変ですけどね、移動させたいと思います。というわけですね、なんとか僕のね、くつろぎスペースにこのでかいテレビをね、持ってくることができました。テレビのディスプレイがめちゃくちゃ薄いからさ、ほんと一人で運ぶとなんか変に力かかっちゃって、故障したりね、する可能性もあるので、もうほんとできる限りね、2人以上で設置作業してくださいね。僕はぼっちなんで、今回一人でね、やらざるを得なかったわけですけども。というわけですね、 UKEL と 4K というのも最強の組み合わせのこのテレビの映像をちょっとね、チェックしていきたいと思います。まずは 4K 映像でも見ていきましょうかね。すげえ、めっちゃ綺麗、そして超鮮やか。
あ、本当だわ、黒深いわ、めちゃくちゃコントラスト効いてる。あのね、映像もすごい鮮やかで、やっぱり 4K だからさ、映像の被写体のね細かいディティールまですっごい綺麗なんだけど、やっぱりこの有機 EL のコントラストがすごいよく出てるせいか、あの映像にめちゃくちゃ奥行き感を感じますね。ただ平面のディスプレイにパッと映してるんじゃなくて、今まで僕が使ってきたテレビよりもすごいなんか映像に立体感を感じる、そんな感じがしますね。うわー、本当だ、吸い込まれるよこれ。なんかよく言われるじゃないですか、 4K テレビだとかさ、今 8K テレビとかもねあるんだけど、そういった映像ってなんか酔いそうになるって言われるんですけど、その気持ちがめちゃくちゃわかりますね。で、 4K だからこれだけ美しいっていうのもあると思うんですけど、僕 4K モニターとかね、あのその iMac とかも使ってるんだけど、それとはまた別物だよね。有機 EL がよく効いてるのかわかんないですけど、こんだけでかい55インチっていう画面でもこれだけ繊細に映してくれる、すごい被写体の輪郭とかがめちゃくちゃくっきりしてるよね。この鮮やかさとコントラストでめちゃくちゃそれが際立ってるよね、本当。だから映画とか見なくても、こうやってさ、アクアリウム映してたりとかさ、こうやって焚き火の映像なんかね流しててもすっげえ絵になるよね。なんか癒されると言いますか、部屋のねインテリアにもなると言いますか、すっごい雰囲気出るよね。これはですね、ただ有機 EL だから、ただ 4K テレビだから綺麗っていうわけではないみたいなんですよ。この LG のテレビにはですね、α7、これ A7 かな、ジェネレーション3 AI プロセッサーっていうのが積んでおりまして、 AI がですね、あのコンテンツのオリジナル映像ソースの解像度などを自動で認識してアップスケーリングしてくれるみたいです。 AI がですね、元の映像のソースを解析して、ユーザーが気持ちよく見れるために最適化してくれるんですよね。それでこれだけ美しい映像がね楽しめるみたいです。そしてユニークなのがこのリモコン、マジックリモコンもですね、非常に面白い仕様になっています。このようにテレビに向けるとですね、カーソルが現れまして、これでですね、各種メニューを選んだりだとか、このようにですね、コンテンツを選択したりすることができます。リモコンもですね、細長くてスタイリッシュで、見た目もねなかなかかっこいいです。でカーソル以外にもですね、この真ん中にこれクリクリするやつね、あのクリちゃんがついていて、まあ、これでね、メニューを選択することなんかもできます。そしてリモコンにはですね、 Netflix とプライムビデオ2つのね、コンテンツのボタンがついておりまして、これをワンタッチ押すとですね、はい、このようにプライムビデオにね、さっと切り替えることもできます。まあ、だからといってですね、 Netflix とプライムビデオしか見れないわけではなくてですね、ホームボタンを押すと、ほい、はい、このようにですね、アプリが表示されますので、ここからですね、まあ、YouTube だとか、まあ、僕 Hulu も使ってるので Hulu だとかね、あと TSUTAYA TV、JOY SOUND なんか、まあ、こういったコンテンツをね、楽しむことができるようになってます。 Apple TV も入ってますね。まあ、ここからですね、アプリを選択して、はい、このようにですね、YouTube に切り替えることもできます。さらにこのテレビ AirPlay 2にもね対応しておりまして、こいつをタップすると、はい、このようにですね、 YouTube なんかの動画を、キャストすることなんかもできます。だからさ、このテレビ1台あったらさ、 Fire TV とか Apple TV とかもういらないよねってレベルになってますよね。すごいね、今のテレビは。そしてこのテレビですね、あのスピーカーもかなり優れていて、ちょっとフリーのね音源流してみますね。このようにですね、かなりいい感じのサウンドをね味わうことができます。というのがですね、先ほどのプロセッサーに搭載されている AI でですね、そのコンテンツに合わせた音質に自動的に調整してくれるみたいなんですよ。結構ね、低音域も豊かだし、音の輪郭もすごいしっかりしてる。なんて言ったらいいんだろうな、今まで僕が使ってたテレビって、そのしょっぱいスピーカーから、まあ、BGM 効果音、そしてセリフがねこう一色単に流れて、ちょっとビリビリね響いてるような印象だったんですが、このテレビそういったことがないですよね。なんか BGM 効果音セリフにですね、きちんと音が振り分けられてると言いますか、なんか一つのスピーカーからワッとなってる感じがしなくて、ビリビリしないので、めちゃくちゃ聞き取りやすい。そしてさらにこのテレビはですね、あのドルビーアトモスに対応しておりまして、ドルビーアトモス対応のコンテンツだったらかなりね臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。僕の買ったのはですね、あの BX シリーズっていうスタンダードなモデルで、4チャンネルサラウンドしか表現できないんですけども、もっと上位のモデルになると 5.1 チャンネルサラウンドも表現できるみたいです。でドルビーアトモスのコンテンツも試してみたんだけど、なんて言ったら音に包まれているまではいかないんだけどさ、なんかスピーカーじゃなくて画面全体から音が鳴ってるような感覚は確かに味わえますね。
その画面に映ってる一人一人のその役者さんからセリフが聞こえるような、そんな自然な印象はすごい受けました。で、音の定位感だとかその分離感っていうのめちゃくちゃしっかりしてるから、今までのテレビよりもめちゃめちゃ映画に没入できる。正直言うてもテレビのスピーカーだからね、大したことないだろうと思ってたんですけども、いやー意外といいですね。まあ、ただアトモスにね対応しないコンテンツ以外は聞き取りやすいんだけども、そこまで臨場感は味わえないかな。まあ、せっかくねでかくて綺麗なねテレビ購入したんで、ちょっと映画でも見てみましょうかね。で、今ですね撮影してるのが12月6日の日曜日ということで、こいつをね飲みながら映画をね楽しみたいと思います。これがやりたかったんですよ僕は。もう最強のテレビでですね酒を飲みながら映画を楽しみたかったんですよ。まあ、フリーランス的なね立場とはいえ、平日の昼間からね飲んでたらあれですけども、まあ、今日は日曜日なんでブレーコーということで、いただきマッキントッシュ。おーイエス、もう脳のはずがない、最高だ。そしてこのテレビでですね、プレイステーション4で遊んでみました。なんか 4K 映像でね、すごく綺麗に楽しめるのがモンスターハンターワールドって聞いたので、このテレビでちょっと遊ぶためだけにですね、モンスターハンターワールドちょっと購入してみました。初めてプレイするんですけどね。いやーでもゲームでもやっぱり映像めちゃくちゃ綺麗ですよ。僕普段ねあんまりゲームしないんだけどさ、もう僕が知ってるゲームじゃないねこれ。モンハンワールドのグラフィックもすっごい綺麗なんだけど、それがですね、この有機 EL テレビでめちゃくちゃ映える。なんかね、映画のキャラクターを動かしてるみたいでめちゃくちゃ楽しいですね。で、ゲームに切り替えるとですね、テレビが自動的にこのゲームに合わせた画質に設定してくれるんですよ。こういったところも便利ですよね。で、ゲームでもですね、映像がすごく鮮やかでコントラストがくっきりしてるから、ただのゲームの映像っていうわけじゃなくて、すごくね奥行き感も感じる、立体的な映像に見えるのでプレイしててすごく快適です。特にこういったなんか広いフィールドを駆け回るようなゲームはすごく開放的でいいですね。まあ、ここにはですね55インチっていう大画面もねすごく生きてると思います。普段ゲームをねあまりしない僕でもすごく楽しい。で、このテレビにはですね、NVIDIA の G-SYNC っていう機能が搭載されておりまして、パソコンとテレビをね、つないでゲームすると、リフレッシュレートを同期させて、ゲームの映像で発生するズレやカクつきなんかを抑えてくれるみたいなんですよね。だからパソコンゲームでも快適に使えるモニター代わりにもなります。まあ僕パソコンゲームをね、しないので、あんまり恩恵受けることないんですけども。というわけでですね、先日 Amazon のセールで購入したこちら LG のね、55インチ UKEL 4K テレビ紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、これは素晴らしいね。買ってよかったと思う。もちろん 4K テレビだからさ、4K 映像なんかねめちゃくちゃ美しくて本当度肝抜かれたんですけども、 4K に対応してないコンテンツも今まで以上に十分に楽しめますね。で、アニメなんか見ててもやっぱり UKEL のコントラストがすごいから、そのアニメのキャラクターの線がくっきり出てたりだとか、色も鮮やかなんですごく見やすいと。こんだけ大画面なんですけど伸ばされてるような印象がなくて、めちゃめちゃ綺麗に見える。今までのテレビだとかその Mac とかで楽しむよりも非常に快適に楽しめましたね。で、もちろんですね、的な動画も楽しんだんですけども、やっぱりね、おけけの色の深みが、大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。僕テレビ買い替えること本当に考えてなくて、前使ってたね7、8年前に買ったテレビね、もう潰れるまで使おう、持つんだったら10年20年使おうと思ってたんですけども、まあ、インターネットもできるしさ、動画配信サービスサブスクなんかもねテレビ1台でガンガン楽しめるしさ、まさかこんなにいろんなことができるようになってるとは思わなかったね。このテレビだったら Apple TV とか、ね、Fire TV とかいらないよね本当。まあ、10年以上前から僕あんまりテレビ見る人間じゃなかったので、そのテレビに全く興味なかったんですけど、テレビに全然注目してなかったので、その時から時が止まってるような感じなんですけども、本当未来にワープしたような感じ、未来のアイテムじゃんこれっていう感じ。大画面のね UKEL 初めて体験しましたけど、こんな綺麗だとは思わなかった。ほんとさ、 Mac とか iPad もどんどん UKEL とか Mini LED に対応してってほしいよね。来年以降対応していくって言ってるんだけど、ほんと楽しみになってきた。で、これで終わりではなくてですね、こいつでホームシアター環境を楽しむのが僕の最大の目的ですから、早く実現させて最高の空間でですね映画や映像を楽しみたいと思います。めちゃくちゃワクワクしてきたねこれ。興味のある方はですね概要欄にリンク貼り付けてますので一度チェックしてみてください。なんかね Amazon のセール終わったけどさ、僕が
かった時とそんなにね価格変わらずに買えるよこれ。なんかあんまりお得感なくなってきたな。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけでですね、まあ今日は日曜日ということでね、このままお酒とゲームとポテチと映画でもね、楽しみましょうかね。また次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。